先生さん動画でで送られててくるって嬉しいですよねやっぱり人は味違いますよね、まあ、でも考えてみたら通販って購入するお客さんは販売者のことを見てますけども販売者の方は購入するお客さんの顔とかそれからまあ名前は分かりますけどもでもそこまで名前に対して口に出して言ったりってことはないんでしょうねきっとね私通販かなり使うんですけども でもその中でね、あのー、これをまあ逆手に取ることがあるんですよというのが商品買うじゃないですかで商品レビューっていうのをやってくださいそしたらポイントを差し上げますみたいなのがあるんで商品レビューは結構書く方なんですけども商品レビューをね動画でしてで販売元に送るわけですよ私は YouTube やってるんで商品レビューをこういうふうにして作らせてもらいましたっていうふうにね、まあ、そうすると非常にね丁寧なメールが来て ととても嬉しいとチャンネル登録も社員みんなでさしてもらいましたみたいなことをね、えー、送ってくださるんですよねこれねメルカリで買ってる時もやるんですよメルカリはまあ登録する可能性は低いんですけどもでもメルカリで購入するじゃないですか一番最後にこの度はお世話になりました商品いただきましたあ終わりって送るんですけどもありがとうございました今回の件非常に迅速で丁寧な対応頂い,いたんで私の YouTube チャンネルの中でそのことをね、えー、話していますで受け取った商品を色々と 楽しんでますみたいなことを送るんですよそしたら検索して youtube から私の動画を見てくださったりとかね場合によっては登録してくださるんですよねだから実はねこれね顧客の立場でもこの動画でのメッセージっていうのはワントゥーワン動画っていうのは使えるんですよねもちろんその中からあ速歌塾の塾生さんっていうのも今までね生まれてますしことにおいてどんな時でも動画でやり取りするみたいなことはいいんじゃないかなと思いますで私は、ねあの 顧問の先とかねそれから車のメンテナンスをしてくださる会社とかこれ全てに動画メッセージを送ったりするんですよやっぱりそういうのも私のチャンネル登録私のファンの作り方の一つなんですよねでゆくゆくはその中から1人でも2人でも熟成さんが出来上がればいいなと思って、まあ、出来上がってるってことなんですけどねとにかくみんなが使わないところがまあ隙間のなせる技かなと思っておりますいってらっしゃい